いやー、どうしよっかね。命令させろだよな。多分戦わないといけないんだよね。マジか。結構危ないぞ、これ。ああ、いらんかったな。さすがにこれやばい。さすがにこれやばい。
いや、はぐれメタルにしてこればよかった。守備力っていうか魔法が超怖いんだけど、スクルトで守備面はどうにかできてるけど。バイキルト あ、よかった、なんとかなった。よくぞ来た我の導きのままロトの王部を集めし者よ。我は幻魔の王、その名をマガルギ、人と魔物の頂点に立つ者なり。そのたらは見事に4つに分かれたロトの力を。力、勇気、守り、知識、すべて今ここに揃ったのだ。僕たちの願い事を叶えてもらえるんですよね。お父さんとお母さんの病気を治してもらいたいんだ、幻魔王。でも知らんな、そんなやつは。俺はこいつの体を借りただけだ。礼を言えず、ロトの王墓に触れられぬ俺の代わりに集めてくれたことにな。願いは叶う。そうだ、この俺の願いが今こそ叶うのだ。ロトの力を手にしたとき、俺はこの世界の全ての王となる。その前に貴様には死んでもらおうとしようか。マジか、一人で戦うのか、辛いんだけど。あ、するダンスめんどくさい、だるい。いや、まずフレーム倒して、フレーム。マジで厄介なんだけど。ハッスルダンス。やーべえ、いいハッスルダンス。そっちじゃねー。今じゃないんだけど。あ、まあいいや。こっから攻撃に移すし、シフトする予定だし。第二形態とか来たら死ぬな、これ。
勝ったわ。経験値もらえんかったわ。ご貴様たちがここまで強いとは、こんなはずではなかった。けどね、ならば今こそロトの力を取り込み、貴様たちに見せてやろう。やめて。無意欲の姿を貴様たちなど一瞬で消してやる。そうはいかぬ。ロトの力を返してもらおう。貴様は玄魔の四天王か、消したと思っていたが生きていたか。なるほど、玄魔の王は体を乗っ取られたってわけね。変だと思ってたのね、ロトのオーブを取りに来させるなんて。なんだか知らんが、やばそうだな。あのれ、玄魔風情が俺たちをと、俺を止める気か。笑わせるなよ、か。キャあ、現場の人たち、せっかくのロトの力を俺に、ロトの資格がないというのか。あらはロトのオーブを手にする資格を持つ貴様たちを喰らってくれるわ。そして再びロトの力を手に入れてやる。うわぁ。バクね、これ。っていうか、まだ150なんか食らうの、普通の攻撃で。きついて、きついて。まだ90何回も食らうの？マジか、これ以上上がんないの？うわー、BGM ないのつらい。自我でいいんやめてくれ。マジでやめてくれ。いやー、もうちょい準備してから来ればよかった。これラスボス戦なのでは？表ボスの。いや、強いて。461も与えてこれ？よしね、やばい。呪い厄介すぎる。
しまった、間違えた。くくく、食らってやる、ロトの木から。ねえ、この木からギマと決め。まあいい、奴らは再びやってくるだろう。その時に食らってやればいい。大きい方へ全滅してしまうとは情けない。もうこんなことがないように頼むぞ、キーファ。いや、マジか、マジか、マジか。とりあえず呪文が厄介すぎる。レベルも上げた方がいいかな。いやー、わかんねえ、微妙。呪いが厄介すぎたから、さっきの戦い。
ハッスルダンス欲しいな。ザホラルいい。ああ、商人全然いないから、あんまないわ。あれ？貫通してくる。待って、はぐれメタルのあれでもダメなのか？平気で貫通してくるんだけど、どうしよう。え、メタルじゃダメなのか？
やばいかもしれない。もっとな、メタルだったらメタルボディっていうか、あんまダメージ受けなかったんだけどな、メタルスライムの時。もはやそのレベルじゃないっていうことか。グランドシャークの心手に入んないかな、2個ほど。そしたら一気にグランドシャークまでできるわけでしょ。グランドシャーク狩りするか？なくはないよな、ドロップすんのか知らんけど。勝てるかね。
この辺あんまいらんわ。マジかー。